はい、こんにちは。斉藤悟です。2023年カレンダーの解説をさせていただきます。7月ですね。随気くどく。人が喜ぶことを私も喜ぶ。共に喜び、徳を積む。ですね。随気くどく。これどういうことかっていうと、随気くどくという字は、追随して喜ぶ。つまり、一緒に喜ぶということなんですね。一緒に喜ぶことによって、これが、 にになる得済みになるるみんですね、えー、僕ね、チベットに、まあ、二度、体験修行に行ったことがあります。体験修行って、まあ、断食したり、座禅したりですね、えー。昔、あの、お寺の修行体験会みたいなの結構行くのが好きで、その中でね、まあ、座禅とか断食とか、えー、そういうことやってたんですけど、ふと思ったんですね。僕は何のために修行してるんだろう そう思って、通訳の方を通して、チベットのお坊さんに聞きました。僕、何のために修行をするんですかって聞いたら、徳を積むためですって言ったわけ。徳を積むために修行をする。その徳を積むことの中で一番エネルギーが高い。というかね、一番ポイントが高いって言うんでしょうかね。まあ、徳を積む中で一番すごいことは、人が喜んでるのを喜ぶことだよって言ったんです。で考えてみたらそうだなと思いました。 なるほどなって、ものすごい腑に落ちました。要はね、あの、自分があ、自分と同級生がいて、同級生がね、えー、同じ高校行って、同じ大学行って、同じ会社に勤めて、同じ会社に勤めた友達が、彼だけ出世して、自分が出世をしなかったら、なんかね、陰口を人って言っちゃったりするわけ。で、陰口を言っちゃったら、 陰口はいつかその人の耳に届きます。届いちゃうんですね。そうすると、ああ、なんか僕ばっか出世したのに対して陰口を言うんだなって思われちゃう。そして大きなプロジェクトを出世した側がするときに、やっぱ陰口を言う人をチームに入れたくなくなっちゃうんだよね。要は、なんか自分のこと言われるならまだしも、仲間のこと言われちゃったら嫌だからね。だから陰口を言う人ってのはチャンスが減っちゃうわけ。でもね、 同,同僚とかね、同級生が出世したときに、あ、彼の出世は自分のことのように嬉しいよって言える人だったら、何かその出世した側が、何か大きいプロジェクトをするときに、そういう人を仲間に入れたいよね。だから、人が喜んでるのを喜ぶ人ってのは、仕事で言ったらチャンスに恵まれるし、人が喜んでるのを喜ぶってことをできる人は、もうね、笑顔になるんだよね。やっぱね、なんかこう、バスツアーで、 あの、バスで、あの、旅行して、そのツアーとかするときに、バスの中で、ビンゴゲームとかしますよね。ビンゴゲームしたときに、自分が当たらなくて、人が当たったとき、なんであの人ばっか当たるのって、この顔がもう人間関係壊すんですよ。<laughs> ね、私は私当たらないであの人ばっか悔しい、キーみたいなね、それが人間関係を壊すんですね。でも、 ビンゴゲームで当たる景品なんて大体1000円とかね、ええー、まあ1500円ぐらいなもんなんですね。それに対して、あ、おめでとうって言ってあげたら、あの、人間関係良くなりますね。自分が何か、あの、景品当たった時に、満面の意味でおめでとうって言ってくれる人がいたら、あ、この人いい人だな。この、こういう人と仲良くしたいなって人は思うんですね。つまり、人が喜ぶことを私も喜ぶ。と、共に喜ぶことによって、徳が積まれていくわけですね。 なので、えー、人が喜んでるのを喜ぶ。これが実は最高の得済みの修行です。なのでね、これはね、あの、修行っていう言い方も変ですが、人生にものすごい役立つテクニックでもあるわけ。だから修行とか精神論が嫌いな人でも、これはね、本当にメリットがあることだから、なんかついつい悔しい時も、まずは、ああ、あの、 ね、人が喜んでるのを喜ぼう、人が喜んでるのを喜ぼうって言い聞かせてでもやった方がメリットがあるのでね、ぜひぜひ活用していただけたらと思います。はい、それでは皆さんにね、幸せな日々がありますように、斎藤悟でした。